こんにちは。心理カウンセラーの高村です。会社に行くと、時々胸が詰まるような息苦しさに襲われてパニックになってしまいますっていう相談を受けることがあります。これはいわゆるパニック症の可能性が高いですね。こういった症状がありますと、いつこの症状が起きるかっていうことが不安になってしまって、会社に行くのも怖くなるっていうことが多いですよね。こういった時は多くの場合過呼吸になっていますから、この過呼吸を修正するような呼吸のやり方っていうものをしっかり身につけて練習していくっていうのがまず第一段階いいですね。でそれでは追いつかないっていうことであれば、これは好みもありますけれども、精神科クリニックなどで落ち着く薬をもらって、ちょっと苦しくなったらその薬を飲む、頓服のような薬を飲むということでやり過ごすっていうのもいいでしょう。でも徐々にこういった薬を減らして自分の力でコントロールできる、でさらにはそもそもそういったパニックになりやすい心の癖といったものも修正していけば、これは随分楽な状態で仕事ができるようになって、胸が詰まる感じ、息苦しい感じっていうのもなくなり、リラックスしてやっていけるようになるかと思います。こういった情報を詳しくお知りになりたい方は、カウンセラー高村で検索していただきますとホームページが出てまいりますので、よろしければそちらもご覧になってみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。